皆様、日曜日の昼下がりに、100名を超える方々にお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。それではただいまから岩手発超人スポーツ開発プロジェクトキックオフミーティングを開会いたします。はじめに主催者であります達祖拓也岩手県知事からご挨拶いたします。知事よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。大変お日柄もよくですね、今日のこの良き日、大勢集まっていただきまして誠にありがとうございます。まず冒頭、熊本県を中心とする地震によって多くの被害が出ていて、また犠牲者の方々のご冥福をお祈りいたしますし、被害を受けた方々にお見舞いを申し上げたいと思います。岩手県としましても人的支援、また物資の支援、そして現金などそういった金銭的な支援などなど、県民の皆さんの自主的な運動もさまざま展開していますので、県民の皆さんの思いが形になっていくように県としても努めていきたいと思います。そして今日岩手発超人スポーツ開発プロジェクトキックオフミーティングということで、このようにお集まりいただきましてありがとうございます。今年岩手県では希望郷岩手国体、希望郷岩手大会、国体と全国障害者スポーツ大会を開催いたしますけれども、それにちなんで国体大会プラスと銘打ちまして、スポーツをさらに拡張したあるいは超えた新基軸の取り組みも全県で展開し、後に残すレガシーとしていきたいと考えております。その一環といたしまして、今日は人間拡張工学の第一人者稲見正彦先生をはじめとする超人スポーツ協会の皆さんにもお越しいただきまして、そのご協力のもと超人スポーツの取り組みを行うというふうにしています。超人スポーツは人間の能力をテクノロジーを用いて拡張し競技することで、年齢や身体能力、障害の有無等にかかわらず誰もが楽しむことができる可能性を持つ新しいスポーツとして注目をされています。岩手での取り組みについては、去年10月に岩手若者文化祭2015というのをやった際、評論家宇野常宏さんと私との対談で出たアイデアをもとにして、岩手県の若手県職員の試作研究会若手ゼミが行った提案を具体化したという経緯があります。今日のキックオフミーティングを皮切りに5月から8月にかけてワークショップを継続的に開催し、学生の皆さんをはじめとする県内の若者が出し合った競技アイデアをもとにしながら、希望郷岩手国体希望郷岩手大会のプレイベントとして9月に開催を予定しています岩手若者文化祭2016で発表したいというふうに考えています。県といたしましては、この取り組みによって年齢や身体能力、障害の有無にかかわらず誰もが生き生きとスポーツに取り組む新しい地域社会のモデルを提示し、テクノロジーや文化の振興、福祉の向上などなど地方から貢献をしていきたい、2020年オリンピック・パラリンピックが日本をいい方向に大きく変える契機となるような、そのモデルを今年岩手国体イヤーで先取りしたいというふうに思っておりますので、共に岩手から新しい動きを作っていきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。知事ありがとうございました。ここからの進行は岩手での超人スポーツの取り組みにご協力いただいている超人スポーツ協会にバトンタッチいたします。まずは本日の日程、そして超人スポーツの活動などにつきまして、超人スポーツ協会事務局長であります 南沢浩太慶応義塾大学 KMD 准教授からご説明ご紹介いたします。南沢先生よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日はもう本当にすごく天気が良くて、東京出た時は雨ですごい曇りそうだったんですけど、こっちに来てみたら晴れていて桜が咲いていて、東京の方もちょっと散っちゃってるんですけどね、すごくスポーツ日和なんですけど、今日はちょっとまだ体を動かすというのの一歩手前、どういうスポーツを作るか考えるっていうことを進めていきたいと思います。で、皆様、今回はこの超人スポーツの、プロジェクトにお集まりいただきありがとうございます。とはいえ皆様、超人スポーツって多分何ぞやっていうことで頭の中にハテナマークがたくさん浮かんでいるんじゃないかと思いますので、まず僕らが何を考えてどういうことをやっているのかということをざっと10分程度で説明させていただきたいと思います。はい、ポッポッポッと。その前に今日の流れなんですけれども、ここにありますように、僕はここに立ってるといけないんですね、すいません、じゃあ座っちゃいます。こちらの方に座らせていただいて、よいしょ、よっこらせと。そうするとこっちの方がいいのかな。まあいいか。はい、私の方で超人スポーツの活動紹介ということで少し話しさせていただいた後、今日来ていただいているさまざまな関係者と一緒に、1時間半ほどクロストークという形でディスカッションを行っていきます。でそれを皆さんに聞いていただきながら、頭の中でじゃあ自分はどういうスポーツを作ろうかっていうのを考えていただいて、それを踏まえて、後半戦ワークショップをまた1時間半ほどやっていきます。で、5時に終了という予定をしております。はい、でクロストークの方では我々超人スポーツ協会が提案している超人スポーツというものと、この岩手県という土地、ここがどういうふうに重ね合わさるのか、どういうふうに新しいものが生まれるのかという可能性を一緒にディスカッションしていきたいというふうに思っています。でその後のワークショップでは、本当に皆さん自身が主人公となって超人スポーツを新しく考えるということで、今日は聞いてるだけという形にはなりませんので、皆さん頭をもうフル回転させながら、聞いていただければと思います。で、皆さんの手元にお手元の方にポストイットが配られていると思います。でこれは何かというと、その皆さんの頭を今から働かせていただくためのツールです。で3枚配られていると思います。黄色、緑、オレンジ、3色配られていると思うんですが、これからいろんな話を聞いていく中で、黄色の方には自分がどういう貢献ができるだろうか、貢献というとちょっと少しハードルが高そうに見えるかもしれないんですけど、実は自分はこんな特技があるとか、例えばものづくりなら任せておけとか、あるいはここに子供たちとすぐ仲良くなら任せておけとか、あるいは料理を作るなら任せておけとか、空砲なら任せておけとか、そんなものでも構いません。皆さんがどういうふうに新しいスポーツ、あとはもうガチンコで俺はこういうスポーツが得意だとか、そういうのも大歓迎ですが、自分がどういうふうにその超人スポーツに関われるだろうかということを、いろんな話を聞きながら考えてください。緑の方はどんなゲーム、スポーツを作りたいかというのを考えてください。例えばこんなスポーツがあったらいいんじゃないか、ドローンを使った新しいスポーツ、東京は今いろんなことがありまして、ドローンなかなか飛ばせないんですけど、岩手はまだたくさん飛ばせると思います。そういったのも含めて、こんなことをしてみたいっていうのを、これもざっくばらんに考えていただければと思います。でオレンジの方には、その他思ったこと、考えたこと、こんなことができたらいいんじゃないかとか、こんな未来が来るといいんじゃないかっていうことを考えていただければと思います。この黄色、緑、オレンジ、多分このまま忘れてしまうと思うので、皆さんぜひちょっとメモして、その黄色の最初の1枚の隅っこにでも、貢献とか、緑の最初の1枚にちょっと、種目とか、オレンジの方にはその他とか、ちょっと隅っこに書いて、どの色が何を書くべき、ものなのかというのをちょっとメモをお願いします。でこれはこのクロストークが終わった後の休憩の時間に壁に張り出していくことにしますので、休憩までの本当にもうディスカッションを行っている間にどん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 メモ代わりに書いていく形でお願いします。で注意事項としては1枚に1つの、テーマというか
で、一つのアイデアとかを書いてください。何枚か配られていると思うので、3つアイデアを思いついちゃったって言ったら、どんどん、ポストイット使っていっていただいて構いません。よろしいですかね。黄色がスキル、緑が種目、オレンジが、その他考えたこと。大丈夫そうですね。はい。あと、右上にちょっと書いてありますが、ピンクは名前です。ピンクは、ご自分の名前書いて、名札代わりに、胸のあたりにでも貼ってください。で、その後、ワークショップの方の流れなんですが、今からこれから1時間半の間にいろいろ書いていただくものを一回貼り出します。で、貼り出して、それを我々の方でいくつかのテーマに分けたいと思います。つまり、今皆さんが考えたアイディアをもとに僕らがセッションを作ります。なので、我々の方で考えたセッションを作ってその話をするんではなくて、皆様のアイディアをベースにセッションをこの場でインスタントに作りたいと思います。で、それでセッションを作り、それでグループに分かれます。グループに分かれて、そのテーマに関して、議論をしていくという形になります。で、その後最後に、それぞれのセッション、グループで話していった内容というものを発表していただくことになります。で、細かいセッションの進め方は、後半戦始まりましたらまた説明しますが、とりあえず今の段階では、このアイディアのポストイットを今のうちにどんどんメモを貯めていくというところをよろしくお願いいたします。はい。ということで、じゃあ本題に入っていきましょう。我々超人スポーツ協会という組織で動いています。で、超人スポーツ協会って何ぞやっていうと、超人スポーツを作ろうという動きです。で、超人スポーツって結局何ぞやっていうと、人機一体の新しいスポーツという言い方をしています。で、今、我々が知っているスポーツというのは、ほとんどがもう100年以上前に考え出されたスポーツで、そのルールの中で、そのルールの中で自分の能力というものを最適化していくというスポーツになっていますが、僕らが目指しているのはそうではなくて、僕ら自身が新しいスポーツを作り出そうと、新しいルールを考え、新しい道具を作り、新しいスポーツを作っていこうということを考えています。で、どんなスポーツを作っていくのかというところについてちょっとだけムービーをお見せしたいと思います。で、基本的に我々が考えているのはテクノロジー、今日本世界が持っているさまざまなテクノロジーをスポーツに組み込んでいくというところです。例えば義足だったりとか、あるいはいわゆる外骨格の身体を拡張していくもの、あるいはこう道具、ボール自体が飛び上がったら何ができるだろう、あるいはそういったトレーニング、自分自身の能力をセンシングしてトレーニングするとどういう新しいトレーニングが生まれるだろう、あるいはこういった拡張現実の技術を使うことで新しいフィールド、新しい競技場っていうのが作れないだろうか。で、またそういった技術を使うと僕らがスポーツを観戦するっていうことも変わっていくんじゃないだろうか。さらには高齢者の方だったりとか、あるいは障害を持っている方、そういった今スポーツに関わることができない方もそういった技術の助けでスポーツに参加することができないんじゃないだろうか。こういった新しい技術を使うことでいろんなバリアを解決していって新しいスポーツを生み出す、それが超人スポーツ協会の取り組みです。で、今我々が提案しているスポーツというのはおそらく21世紀今の時代ならではのスポーツだろうというふうに考えています。19世紀農業社会だった頃にさまざまなスポーツはあったんですが、例えばサッカーだったり野球だったり、そういったフィールドを使ったものが非常に多かったと思います。で、これは基本的にはその農作をして定住をして、でそこで余った時間でどういうふうに楽しむか、余った時間をどういうふうに楽しむか、そこでボールを蹴ってみたらサッカーが生まれてきた、そんな感じの農業社会時代のスポーツだったのかなと思います。で、これが20世紀に入ってモータースポーツ、
だったりとか、まあ、産業革命が起こった後にいろんな技術というものが生まれて、それで新しいスポーツが生まれてきました。まあ、今でいう F1 だったりとか、まあ、あのボートレースだったりとか、そういったテクノロジーを使った、まあ、主に乗り物ですねを使ったスポーツというのがたくさん生まれています。でも僕らが今過ごしている21世紀というのはもう少し違う時代になってきていて、 IT 技術だったりとかインターネットだったりとか、あとはまあはたまた最近この2、3年だとバーチャルリアリティと呼ばれる、まあ、そのサイバー空間に人が入り込めるようになってきたとか、あるいはロボット、そういったものもすごく盛んになっています。でそういった現代ならではの情報技術を使うと、また新しいスポーツのパラダイムが生まれるんじゃないかというのが私たちの目指しているところです。でその超人スポーツを作るにあたり3つの三原則というのを立ててみました。このスポーツは技術とともに進化する続けるスポーツです。なので1回ルールを決めても技術が進化していくとスポーツ自体も進化していくかもしれません。また全ての人、例えばこれは障害を持っている方とか高齢の方とか、あるいは子供だったりも含みます。そういった人たちもプレイヤーとして楽しめるスポーツを作れないだろうか。また同じように全ての人が感染者として、例えばあるところでスポーツの競技を行っていても、それを世界の地球の裏側でも楽しめるような、そういった新しい観戦の形が作れるんじゃないかということを考えています。で、先ほどの映像にあったように、身体、ボディを拡張する、道具を拡張する、フィールドを拡張する、あるいはトレーニングを拡張する、またプレイヤー層を拡張する、それから観戦を拡張する、こういったところを狙っていきたいと考えています。で、これをやっていくために、まあ、我々スモールチームでやっていてもなかなか活動が広がらないので、さまざまな政府だったり、あるいは自治体だったり、あるいはさまざまな企業ですね、メーカーだったり、あるいは報道をやっている方々だったり、さまざまな企業を巻き込んで産官学で一体となってこれを進めていくという枠組みとして超人スポーツ協会というものが立ちました。で、僕らが目指しているのはやはりまず2020年というのを一つのマイルストーンに置いています。で、2020年の東京オリンピック、パラリンピック、その時に日本のテクノロジーだったり、文化だったり、そういったものを新しい形で世の中に、世界に示していく、そういったことができないかというふうに考えています。で、これを進めるにあたって、まあ、昨年6月ですね、2015年6月にこの協会というのが立ち上がったんですが、なのでまだ1年間経っていません。で、僕ら自身も手探りの中で、様々な活動を行っています。で、いくつか紹介しますが、例えば未来の超人スポーツを発想する、デザイナーの卵たちと一緒に新しい超人スポーツ、2030年の超人スポーツをデザインするということ、あるいはそれをみんなで実際に技術を使って形にするということ、で、またそういったスポーツをクリエーションする人、スポーツエンジニアとかスポーツデザイナーというのを育てて、そのコミュニティを作ること、で、またその出来上がった競技っていうのを、それを作ったクリエイター自身がどんどん育てていく、さまざま新しいクリエイターを巻き込んでいく、あるいはプレイヤーを増やしていく、そういったことを行っています。で、僕らの、まあ、そういった、新しくできたスポーツっていうのを子どもたち、おじいちゃんおばあちゃん、あるいは障害を持っている方も含め、さまざまな方がに体験していただくというようなイベントをやったりとか、まあ、実際にその障害者スポーツ団体と一緒に新しいその障害者スポーツと健常者というのの垣根を取り払うような新しいスポーツを作るということをやっています。まあ、例えば今ですと、マルカス・レームっていうパラリンピックの、幅跳びの選手ですねが、オリンピックの世界記録を抜きつつあると。で、実際にオリンピックに参加できないかと、そういったようなことが実際に行われていて、で、この時は、まあ、実際にオリンピックには参加することはできなかったんですが、でもオリンピックとパラリンピックの垣根って果たして何だろうと、僕自身も眼鏡かけてますけど、眼鏡取ったら多分ボールを顔に打ち当ててしまうという意味では障害者かもしれません。なんだけど眼鏡があれば普通にスポーツをプレーできる、そういうふうにテクノロジーが少し入ることで障害と健常の垣根っていうのもなくなっていくんじゃないかというふうに考えています。まあ、ということでいろいろ活動していく中で、まあ、実際に6月に協会を立ち上げて、7月にそういうハッカソンと呼ばれるみんなでスポーツを作るイベントというのをやってました。で、
まあ、その成果っていうのを去年の10月に実際に皆さんに体験していただくエキスポというのを実施したんですが、まあ、少し今まで流してた映像ですが、ざっと紹介してみたいと思います。で、これはバブルジャンパーという、まあ、新聞とかにもよく掲載されている精進スポーツの代表的な競技の一つです。で、こういったジャンピングスーツを履いて、まあ、高さを伸ばして、ジャンプ力を伸ばして、走る、まあ、歩幅も伸ばして、それでこういった相撲のような競技をするんですね。で、バブルボールと呼ばれるこのボールをかぶってますので、ぶつかっても痛くないし、非常に激しくぶつかっても、そのままボヨンと弾んで、安全に激しい競技を行えると。で、これはスポーツクリエーションするチームの人たちが、いかに超人感を出すか、今使える道具を使っていかに超人っぽさを出すかというところ、あとフォトジェニックである、つまり写真に撮った時にかっこいいというところを初めから考えてデザインしていました。なので実際に、まあ、そういったところが反映された競技です。で、これはキャリオットという競技で、このタイヤがあるんですね。これインホリールモーターといって、タイヤの中にモーターが入っています。で、このタイヤに手綱をつけてそれを操る。例えば犬ぞりだったり、あるいはローマ時代の戦車競技と呼ばれる競技だったり、人馬一体、人と動物が一体となった競技っていうのは様々に実はあるんですが、それを現代のテクノロジーで再発明。で、これはオーギュメンテッドドッジボールといって、ゲームの中の世界のドッジボールってヒットポイントってたまにあるじゃないですか。それを現実に実現しました。例えば子供は3ポイント、大人は1ポイントだったりすると、子供でも大人に勝てる。そういったような新しいゲーム、ルールが作れます。で、次に出てくるのがイラスト大会で、まあ、これ先ほど紹介した通りで、さまざまなデザイナーの卵の人たちが新しいスポーツのデザインをしたと。で、これはもうすでにベンチャー企業になっているんですが、波動という競技でして、ヘッドマウントディスプレイ、ゴーグルのようなものを頭にかぶって、まあ、簡単に言えばカメハメハを出せると。で、そのエネルギー弾をお互いに打ち合いながら、そのヒットポイントを競っていくという競技です。で、こちらはジントリーという競技で、まあ、これも先ほどのハッカソンで生まれた競技なんですけど、イングレスのある意味狭いフィールド版だと思ってください。イングレスは街中を歩きながらジントリーゲームをするわけですけど、これはそのコートの中を走り回りながらジントリーゲームをする、そういったようなものです。これもなかなか一風変わった競技なんですが、とにかく松葉杖をついている人が勝てるゲームを作ろうと、そういうスポーツを作ろうということで、松葉杖だるまさんが転んだを作ったんですが、これすごくちょうどよくて、このやった3ヶ月前に僕は足を折って松葉杖ついてたんですが、やはりそうするとすごく強い、体の松葉杖のバランス感覚がすごい鍛えられると、こういった競技に勝てるということで、またこれはホバートラックスという、足の下にあるセグウェイみたいなタイヤで、走り回れるような道具がありまして、これを使った競技を作ってみたというものです。で、先ほど見ていただいた通り、結構スムーズに地面を動くので、普通の走ったり歩いたりするのとはちょっとまた違った動きのスポーツを作ることができます。で、こんな感じで様々にスポーツを作って、実際にそれを人に体験してもらうということを、まあ、去年の活動としてやってたんですが、今年はそれをぜひ岩手でやって、最終的には、国体の関連イベントとして、岩手県民、盛岡市民にお披露目していきたいと考えておりますので、皆様ぜひ超人スポーツクリエイターになりましょう。さて、最後にちょっとだけスポーツスケジュールについてご説明したいと思います。本日このキックオフミーティングというものを、行っていますが、この次1ヶ月後に実際にアイデアソンというものを行います。そのアイデアソンの中で実どういうスポーツを作るかというのを実際に作りながら考えるということをやります。で、そのまた1ヶ月後6月25、26日にハッカソンをやります。ここではもっとたくさん技術を使って、1泊2日で実際2日間使って、本当にちゃんと使える道具を作っていくということをやっていきます。まあ、これを経ると、まずはスポーツが多分形になるんじゃないかなと思っています。で、そのスポーツが形になった状態で、A&T、アート&テクノロジー東北というイベントで、まずはちょっとお披露目してみる。で、そのお披露目してみて、いろんな人の意見を聞いたのを踏まえて、8月20日に
第3回のワークショップということで、その作ってきた、まあ、スポーツの種みたいなものをちゃんとルールとして競技化していく。例えばこれはどうやったら点数が入るのか、例えば人数は何人でやるのか、そういったスポーツとして仕上げるための作業というのを8月に行います。で、最終的なゴールとして岩手若者文化祭ですね、9月の24、25日に実際に先ほどの映像のように、皆さんに体験していただくという会をしたいと思います。ということで、超人スポーツプロジェクトを始めたいと思います。で、まずキックオフシンポジウムの中のメインイベントクロストークを始めたいと思いますので、登壇者の皆様、こちらへよろしくお願いします。最初に、産業技術総合研究所の、江戸さん、よろしくお願いいたします。続きまして、メディアアーティストの犬飼さん、よろしくお願いいたします。で、超人スポーツ協会の代表で、東京大学教授の稲見先生、それから、最初にご挨拶いただきました岩手県知事達也様、それから岩手マルチタレント、岩手初マルチタレント藤本さん、よろしくお願いします。から岩手大学より、障害スポーツがご専門の、浅沼先生、よろしくお願いいたします。それから、同じく岩手大学より、映像メディアがご専門の本村先生、よろしくお願いいたします。はい、以上7名の方々をお迎えして、それではクロストークを始めていきたいと思います。それでは皆様お座りいただいて、まず早速、戸さんの方から、プレゼンテーションをお願いしたいと思います。私、国立研究開発法人産業技術総合研究所という研究所から来ました江戸浩一郎です。競争型イノベーションで、作る未来のスポーツというタイトルで発表させていただきます。まず最初にですね、この発表で言いたいことを一言にまとめました。イノベーションって言葉、皆さんこう聞いたことあると思います。だけどもイノベーションって、まあ、どこかで誰かが起こすものっていうふうな意識があるんじゃないかなと思います。だけどもイノベーションというのは狙って起こせるものなんです。起こそうという、意思があって環境を整えればイノベーションを我々自身で起こすことができる。これが僕が言いたいことです。で、今日、この競争型イノベーションという言葉を使っていますけども、これは要するに皆さんの知恵や知見を集めて、未来のスポーツをみんなで一緒に作っていこうということを呼びかけたいというものです。で、私が、どんなことをやってきたのかといったことを、まあ、簡単にお話ししたいと思います。私はですね、まあ、競争プラットフォームといったことを、専門に研究してきました。で、一番代表的なのがウィキですね、ウィキペディア、あれはこうみんなで作る百科事典ですね。あのようにこういろんな人がこう知見を集めて一つのコンテンツを作っていく。で、そのようなものがインターネット上にはこうたくさんあります。で、そしてそれが徐々にこう、現実空間にも広がっています。例えば、ファブラボのようにこう市民工房でさまざまな人がそこに集まってものづくりを行う、そのような空間が広がっています。僕はそのようなインターネット上のシステムであったり現実の空間をどのように設計すればみんなのこう力を合わせられるのかといったことをずっと研究を続けてきました。そして、2011年からニコニコ学会ベータという団体を立ち上げて代表を続けてきました。これはその5年間の計画で行ってきたので昨年最終回を行ってしまったんですけども、この学会というふうに名前がついていますが、この研究者が研究発表すればですね、ところがここではニコニコ動画のように一般の人でもこう自分が発明した、見せたいという成果をお互い見せ合う場なんですね。そのような場を、作ってずっと、続けてきました。皆さんこうニコニコ超会議というのを聞いたことありますか。約こう10万人ぐらいの人が、幕張メッセに集まるんですけども、そのような中で私はその一つのブースとしてニコニコ学会ベータというブースを行いまして、そこでその学術的な発表を行うという場を作ってきました。その中で、どんな発表があったのかの、代表例を、
一つお見せしたいと思います。僕はこの野生の研究者って言葉を使うんですけども、まあこれはこう3人組沖縄コースの3人組が自分が乗って動かせるロボットを作りたいといった、野望を持ちまして、そしてその3年間かけて作ったのがこのスケートニクスというロボットなんですね。でこれ、ロボットって今説明してますけども、実際には、電気も使ってないしモーターも使ってません。この機械的な仕組みの組み合わせだけが成り立ってるんですね。なので、まあ、こういわゆるロボットとはちょっと違いますけども、まあ、見た目的にはこうすごくかっこいいじゃないですか。僕この彼らの活動がすごく素晴らしいなと思ったのは、それあの彼らその沖縄高専卒業した後に、スケルトニクス株式会社という会社を立ち上げて、これを販売するビジネスを開始したんですね。で実際にそのハウステンボスであったりとか、エンティティの広告に取り上げられたりとか、さまざまなところで活躍しています。でまたもう一つ、ちょっと全然違うジャンルですけども、これは、アミッドスクリーンというデバイスを作ったという発表です。でこれ中央にこうキャラクターが浮かんでますけども、半透明のスクリーンにこうキャラクターを浮かばせています。でこのような半透明のスクリーンは元からあったものなんですけども、まあ、非常に高いと。そこでこう網戸を使うと同じものができるんじゃないかってことを考えて作ってみたら意外と綺麗に見えた。それをこうアミッドスクリーンって名前で、インターネットでこう作り方を公開したところ大人気になりましたという発表です。で、それに影響を受けてまた別の人が、農業用ポリフィルムでも意外と綺麗に見えるよっていう発表をしてくれました。でこれ、彼はこうポリッドスクリーンって名前をつけています。で、僕この発表の、まあ、肝は結構これ重要だなと思っているのは、これ今これスライドをお見せしてるんですけども微妙に見えにくいかな、後ろにこう影がありますね。でこれは、当然手前にあるのはこうバーチャルなキャラクターだからどんなに照明当てても影映りませんよね。つまり奥にある影に見えるものもあれは映像で作ってあるんですね。なので影の映像と手前のキャラクターの映像を2つ同時に同期させて再生するとすごくリアルに見えるというのを発見して、まあ、実際にやってみているところですね。こんなふうにこうコンテンツの作り方そのものが新しくなっていくというのが素晴らしいところだなと思っています。でさて、こんなふうにこう、新しい発明が生まれる過程というのは僕は、すごくいつも考えているんですけども、例えばですね、ウォシュレット、よく普及してますよね。あれ実はもともと医療用だったんですね。医療器具として発明されたものが一般の人に向けてこう、まあ、商品がカテゴリーが生まれてきた。また別の事例ですけども、マウンテンバイク、マウンテンバイク皆さん知ってますよね。であれは実を言うと昔は存在してなかったんだけども、ある人がこう山乗りできる自転車を作りたいで遊びたいっていうことを考えて自分で勝手に作ってしまった。それに影響を受けて自転車会社がマウンテンバイクを売り出してこう一大のジャンルができてきた。そのようにこういろんな人がこう関わることによって自分たちで新しい製品のジャンルを作ってしまうということが実際にある。そういったものを僕は過程として研究し、実際に今こう例えばソニーであったりオリンパスであったりといった企業もユーザーと共に作る新しいイノベーションということを模索しています。僕はそれをその競争型イノベーションというふうに名付けて、それができるための条件であったり環境について研究を進めています。ということで、ニコニコ学会ベータはですね、その中でも特にこの運動会部という活動について力を入れていまして、みんなと一緒に新しい未来の運動会を作るといったことを考えています。次に、発表していただくその犬飼さんが、立ち上げたものなんですけども、この、まあ、未来の普通の運動会、未来の運動会ってどんなものになってるんだろうってことを考えて、この未来の運動会をみんなで考えるというセッションを立ち上げました。ということで、この運動会部の活動は、まあ、非常にこう犬飼さんを中心として新しいスポーツのあり方をハッカソンで考えるといった活動を続けてきまして、その活動は、この後犬飼さんが発表してくれるはずです。ということで一番最後に、このスライドを紹介したいと思いますけども、これ、実はすごく有名なコンピューター科学者の言葉なんですね。未来を予測する最良の方法はそれを発明してしまうことだ。で彼はこう今手に持ってますよね、なんかこう iPad みたいに見えるものを持ってますけども、彼はこれを考えているのが1971年なんですね。でなんかこうちょっと想像つかないかもしれませんけども、彼がこのアイデアを思いついて、それに影響を受けてスティーブ・ジョブズという人がマッキントッシュっていうものを開発して、そして、iPhone につながりという、まあ、歴史があるんですね。なのでこの彼が一番最初に、こういうものがあるべきだ
パーソナルコンピューターというものがあるべきだということを考えて、その結果として我々の今この IT が生まれているとというふうに、誰かが考えたことによって未来を変えられるというのが今日のこの発表のメッセージとして伝えたかったことです。以上で発表を終わります。ありがとうございました。はい、江藤さんありがとうございました。そしたら続きまして犬飼さんの方からも、プレゼンテーションをお願いしたいと思います。少しそこだけ切り替えますね。はい、こんにちは、犬飼博士と申します。今パソコン切り替えてもらうんですけども、はい、ですね、僕はですねコンピューター結構今日は大学の先生などいらっしゃるんですけど、僕はですね大学の先生ではなく、思いっきり野生の博士です博士のやつ博士です。もう子供の頃からゲームが大好きすぎて、コンピューターゲームとかサッカーとか大好きすぎて、ずっと未来とかも考えず、いまだに延々遊び続けている45歳です。まあ、実際には、それだと生活できないので、一応公共団体とか、株式会社なんかから、ゲームを作ったりするような仕事を、いただいて、一緒にやってたりとかします。格闘ゲームとか大好きだったりします。で、これも作りました。スポーツタイムマシンっていう作品なんですけど、壁一面にある、スクリーンに、かけっこする対戦相手が映るんですけども、それ対戦相手と競争できるだけじゃなくて、その姿が記録されるんですね、同時に。そうすると、過去の自分と、走れるようになるっていう、スポーツのタイムマシンですね。例えば今年1歳の子が走ったら、来年2歳の時に、1歳の時の自分と走れたり、25年経てば25歳の、お父さんが、25歳になった子供と対戦できたりってするようなタイムマシンですね。でこういうのを今日本各地今6カ所ぐらいやってきました。で、まあ、こういうようなゲームですね、要するに、ゲームをどんどん拡張していったらこんなところまでなっちゃってて、ぜひこれもいつかスポーツタイムマシンは岩手で、できたらいいなと思ってます。今までどれぐらいかな、8000回ぐらいかな走られてて、6テラぐらいデータがあるんですけど、まあ、それを持って日本全国回ってますので、ぜひいつか岩手で、はい、ちょっと次ページ見て、で、今、ごめんなさい、話がありました。さっきのテンションはあんなテンションで話さないんですけど、今日はニコニコ学会運動会部、ちょっと言ってみる、ぐらいなんですけどね、ニコニコ学会運動会部っていうのをやってまして、先ほど江藤さんに誘われて、始めたんですけども、未来の普通の運動会ってことをやっています。でそれを、どれか2年間ぐらいかなやってきたんですけども、その最高の成果として、去年の年末に山口県山口市の、YCAM、山口情報文化センターというところで、芸術センターというところで入りました。あとちょっと音大きくならないかな。3日間、イベントをやるんですが、1日目2日目は、ゲームを作ります。それから道具を作ります。でその、2日間で作ったゲーム13個出来上がったんですけど、それで3日目に市民たち150人ぐらい集めて、おじいちゃんから主婦からみんな子供たち全員集まって、未来の運動会を実際にやってみるってことをやりました。で、これ今、主婦たちが一生懸命未来の運動会の競技作ってるところですね。こんな風にして、ボールに実は、iPhone が入っていて、振動センサーになってるんですね。で、振動を、取っているので、ジャンプしたら、振動がカウントしないように、ターン跳びを飛ぶっていうゲームだったり、これは人の視覚っていうのをこうヘッドマウントディスプレイで交換していて、他人の視覚でこう、リレーをやるっていうような、リレーとかっていうゲームを発明していく。道具を発明していく。で、まあ、上にこうレーザーが出るような、よくコンサートで使うのレーザーが出る機械があるので、あれ意外と最近安いんですよ。10万ぐらいで買えたりするんで、あれでこう地面に絵を描いたりして、そこでおしくらまんじゅうやるとか、そういうゲームっていうのが次から次へ開発されていく。だからアイデア自体は本当に100近く出て、その中から実際に13個ゲームが1日で、たった1日で出来上がっていく、みたいなことをやった。で、3日目集めて、山口の未来の運動会ってことをやると。これすごい入場式でいいのかな、なんての開会式でこれゲームがやられていく。ボールをこれ古い、これそんな IT 機器使わない。あと料理とかお昼ご飯もハックしていく。これ江戸さんが作ったやつ。これはもう光を当てて、騎馬戦で安全にやるみたいな、触らない騎馬戦みたいなことをやっている。これさっき言ってた視覚が交換されてるんですね。ちょっと危ないからこう保護したりとかしながら、で子供もお母さんもみんな入ってある。これはね、ちょっとだけイングレスっぽいんですけど、ちっちゃいやつ、綱引きも一緒に入れちゃったみたいなやつで、陣取りしながら綱引きあるみたいで、
一人の人が三人男たちを引っ張るみたいな、すごい図になってるんですけど、で、ここでまあ一応運動会っていう、仕組みなので、まあ、いった1位になるチームを選んで、みんなで地元の商品を、集めて、お米とかね、お酒とかいっぱい集めて、それをみんなで分け合っていくっていう運動会をやりました。で、まあ実際にまあ未来の運動会っていうか、を今やってるんですけども、まあこんな風にして、未来は作っていけるっていうようなことが、ここでちょっと実証できたかなと、思っています。先ほど江戸さんが言ってたようなことです。はい、ちょっとめくってもらってですね。はい。で、思ってることは、まあ、運動会自体を、僕はプレイステーションとかでゲームを作ってきたんですけども、運動会自体はやっぱりプラットフォームだと思っています。で、それ以上に、人間そのものがやっぱりプラットフォームで、人間にそういう、ゲームをインストールしていく、ゲームを作っていく人たちが人間にゲームを教えるっていうようなことをやっていくといいなと思っています。なので、つまり、ゲームをインストールされた人たちが、次の人に伝えていくっていうような役割を果たしていく。まあ、これを昔からの言い方で言うんであれば、先生の先生を作るっていうようなことになっていくだろうなと、思っていまして、要するに、今日も、今回も運動会、この超人スポーツの取り組みを、岩手の超人スポーツの取り組みを、も同じように、先生の先生を、作っていけたらいいなと思っています。今日ここにいらっしゃる皆さん、それからニコニコ生放送を見ていらっしゃる皆さんが、先生となって、みんなに伝えていくってことができたら嬉しいなと思っています。で、多分おそらくそれが街に広がっていくだろうと思っています。はい、こんな感じです。まあ、軽く書いても超人スポーツ協会岩手支部やってみるみたいな、そのうち岩手支部みたいなのがどっかでできたらいいなとなんとなく思ってます。はい、ちょっと次めくっていただいて、はい。で、この後ですね、ちょっと先ほども説明ありましたけども、超人スポーツに馴染んでみようっていうようなこと、みんなで考えてみようっていうの、主役はみんなですから、僕らじゃないです。先ほど言ったような、この紙に、こういったこと、どんなことを話したらいいだろうか、どんな種目を作ったらいいとか、どんな未来が来たらいいだろうか、みたいなことを、この色別に分けて紙に書いていってください。先ほど、お知らせした通りです。で、30分間、皆さんでチーム、8つのチームに分かれて議論をしましょう。で、最後に、チームリーダーに発表していただきます。これをまた、このトーク、聞きながら皆さんメモをしていってください。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、犬飼さんありがとうございました。それでは続きまして稲見先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは。東京大学とあと慶応大学でも客員やっておりまして、あと超人スポーツ協会の共同代表をやっております稲見と申します。よろしくお願いします。で、私がこちら の岩手にお世話になるようになったのは、実は昨年特能ゲーム塾というそのゲームをみんなで学んでいこうというイベントがありまして、でそこで招いていただいたときに超人スポーツのお話をしたところ、非常にぜひとも皆さんでやっていきましょうというところになりまして、お世話になるようになった次第です。で、私この超人スポーツと申しましょうか、その超人そのもの、つまり人間の身体機能とか我々の感覚、視覚、五感をどういうふうに技術で拡張していくか、人間拡張工学というものを研究しておりまして、まあ、それにつきましてこのように最近スーパーヒューマン誕生という本も出していました、出版しましたので、もし興味ある方は手に取っていただければと思います。で、このスーパーヒューマン、皆さんどういうイメージでしょうか。こういう感じのスーパーマンでしょうかね。で、それ、まあ、飛ぶことは多分できるかもしれない。で、またおそらくきっとそういうスーパーマン X 線を使って見通せる目を持ってますよね。で、私も小さい頃、まあ、スーパーマンになりたいと憧れました。で、左側が実は私なんですけれども、こうやってマントをつけて、で一生懸命忍者の本とか読んで、タケノコとかの上でジャンプしていくと高く飛べるかもしれないと書いてあったので、頑張って高飛びの練習しました。で、どうなったかというと、木から最終的に落ちて骨折してしまいました。あ、私はちょっと、鍛えて、スポーツ選手になったりとか、スーパーヒューマンなの難しいなということで、その後、技術、エンジニアを目指しました。いろいろとテクノロジーの研究をすることを始めまして、まあ、それで、まあ、自分は飛ぶことはできないんですけれども、少なくとも透明になったかのような感覚を出すような光学迷彩というものを開発しました。で、また最近はこれ車に適用しまして、車の内装を透明にしてみようということで、例えばこのリアシートバックするとき見にくいですよね。で、そこをこの我々の技術で透明にしてあげると、こんな感じで後ろがパッと透けたかのように見えると。で、車の死角をなくすこともできるというようなことをやっています。で、これ結局どういうことかと考えますと、今、いろいろと AI とかが進んできて、この Google とか、まあ、トヨタも様々な会社が自動運転車って作ってますよね。で、自動運転車、車の唯一の未来でしょうか。もちろんそれは大切だと思いますし、私も便利に使うと思います。でも、車を運転したり、オートバイを運転したり、自転車を運転したり、乗ったりすると。それって移動するだけじゃなくて、
自由に動ける、自在に動けるというそういう過程自体も楽しいですよね。だから多分自動運転車は未来のタクシーなんです。もしくは未来の運転代行であって、自分が何かをしたいということを確証するということにはなっていない。でそういう技術をもしかすると私は自動車に対して自在車と言えるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、そういう意味ではその人間拡張工学という中で私は大切なところがその自在化という考え方が大切だと思っています。その自動化というのは多分皆さんがやりたくないことはもう全部 AI とかロボットに将来任せればいいと思うんですよ。で全部やってることを普段から任せてしまっていいでしょうか。例えば自分が遊園地に行きたいときに代わりにロボットに行ってくれてもちょっと困りますよね。なんかこれからなんか美味しいもの食べたいというときに代わりに横でペッパーが食べちゃったらばちょっと腹が立ちますよね。それやはり自分でやりたいことってあるわけじゃないですか。でそれがどんな状況でも、例えば体が弱ってしまってもやりたいことをやってみたい、自在にやってみたい、そういったものをこういう自在化技術、もうそもそも人機一体、人と機械が一体になることで実現するようにできればというふうに思っています。で、まあ、そういう研究を行っているときに一つニュースに接しました。それが先ほどありましたようなその2020年になんかどうやらオリンピックが来るみたいだぞと。で私最初そのもう骨折 のトラウマから抜けられなくてですね、もうスポーツ全然自分の話と思ってなかったんですよね。あどうぞ来てください、オリンピック頑張ってください、私は多分海外に逃げますぐらいに最初は思ってたんですよね。あ多分渋滞大変だなと思ってた。でふとあもしかしてこういう自在化、もしくは人間を拡張するテクノロジーというのを使って新しいスポーツを作ることができれば、世界の人運動を見ることだけじゃなくて日本でも見に来るわけですよね。で日本は何かというと、まさにその、まあ、美味しい食べ物があって、で面白いポップカルチャーもあって、さまざまな文化があって、なおかつテクノロジーも発達している、そういう新しいスポーツを作りたいと、そう思いまして、まあ、ニコニコ学会とかもいろいろと議論しながらその超人スポーツ協会というものを立ち上げたという次第です。で最後に皆さんにお伝えしたいのが、これは慶応大学 の、 福沢諭吉先生、最初に作った方がよくおっしゃってたらしい言葉として、我より古をなすということをおっしゃってるんですね。でどういうことかと、ちょっと難しい表現ですが、字が作古というふうに書いて我より古をなすというんですけれども、要はその伝統的なものを続けていく、それもすごい大切なわけです。ですけれども、その自ら未来から見たときに伝統となっているものを作り上げていこうというような多分スローガンでもあったらしいんですよね。ですから今日本は世界に誇る柔道とか剣道とか、さまざまな日本初のスポーツがあるわけです。でもこれが22世紀の世界の人たちが見たときに、その時に当たり前のスポーツと、もしくはその時に当たり前の技術というのが日本で、そしてこの岩手で生まれたというふうなふうになっていればという思いで、このイベントをやっていきたいと思っています。本日はぜひとも皆さんと一緒に作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、稲見先生ありがとうございました。それでは続きまして、達増知事の方から、この超人スポーツに対する、岩手県としての期待というか意気込みとしか、そういったところをお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。改めまして、岩手県知事の達増拓也です。今年岩手県でこの国体と全国障害者スポーツ大会、46年ぶりのこの2度目の国体イヤーを迎えるんですけれども、前回の国体の時に私は幼稚園の年長組で、開会式で着々うまくお遊戯というのにこう出ていて、でその頃こう大人たちがもう国体国体ってこう大騒ぎしながらこう準備を進めていたのを覚えています。幼稚園のこのお遊戯というのもこう半年くらいもずっとその練習ばっかりしてたような記憶があって、やはりこの国体ということでその地域のエネルギー、底力をこう引き出して、そしてこう未来につながるようなものをこう作っていく。でまた当時はこの道路事情が非常に悪かったんですけれども、国体の頃ようやくこう内陸と沿岸を結ぶ道路がこう舗装されたとかですね、舗装道路になったとか、さまざまバイパスとか国道とかそういったものがこう発達して、それが生活や産業にも非常に便利になったというレガシーがこう1巡目国体の時にありました。で2巡目国体にあたりまして、
どうもこう他の都道府県のこう2巡目の国体というのはどうしてもこう普通にやってるとこう1巡目よりもこう盛り上がらないという傾向があるというふうにこう聞かされていましたし、でもこう1巡目国体にはできなかったような新しいことをこの2巡目国体の時にやって、それがこう未来にレガシーとして残っていくようにしたいなというふうに思っていました。でそこで一方この東京オリンピックパラリンピック2020年に向けて宇野恒博さんという方がプラネッツという、 こう雑誌を主催しているんですけれども、それがこうオルタナティブオリンピック特集ということで、この東京オリンピックについてもこう2回目の東京オリンピック、こう最初の東京オリンピックの時にはなかったようなこう新基軸を出してですね、スポーツのこの毎回どのオリンピックでもやっているようなスポーツに加えて、日本が得意としているカルチャーであるとかテクノロジーであるとか、そういったものもオリンピックパラリンピックの機会に盛り上げて新しいものを作って、それが日本に残り、また世界にもこう残っていくようにしようという志でやっていて、でその雑誌で対談をさせてもらってですね、僕とあと三重県知事さんと宇野恒博さんと3人でこう、定談をしたんですけれども、そこで大いに盛り上がる中、その雑誌はその別のコーナーではこの超人スポーツについてもこう取り上げていてですね、でそれでこうじゃあ岩手でこの東京オリンピックパラリンピックのこう4年前国体全国障害者スポーツ大会が行われる岩手でこの東京オリンピックパラリンピックがこう先取りしようとしているものをさらに先取りして、岩手から発信していくといいんじゃないかというような中で、この超人スポーツというプロジェクトにたどり着いたというところがあります。でまた岩手県は若者女性活躍支援ということをこう、政府がそういう前からこの県の政策の柱として掲げて、若者文化祭とか若者会議とかそういう事業をこう始めてるんですけれども、このアメリカや中国を見てますとですね、この若い世代がもう国を引っ張っていく大きな力になってるんですね。中国の場合ですと、パーリン法という言葉があって、パーリン80法っていうのは後ろっていう字で85、この1980年以降に生まれた人たちを中国ではパーリン法パーリン法と呼んで、もう生まれた時から改革開放、アメリカの文化にも全然抵抗なくどんどんそれをこう取り入れて、そういうパーリン法の人たちが新しい中国を今こうどんどん作っている。最近は、チューリン法も90年以降に生まれた人たちがさらに先端的なことをやっている。中国のこうネット事情とか、いろいろこう外から入っていけないとか外に出られないとか、こう独特な中国のネット事情もあるんですが、一方でネット販売がものすごい発達してたりとか、あと岩手からこう観光を売り込んだりする際にこう気がつくんですけれど、観光旅行のこうパック旅行を申し込むのにもうスマホで申し込むっていうのが日本以上に発達してますよね。そういうこう日本以上に先進的先端的なところがこう中国に生じたりしています。でアメリカの方は、ミレニアル世代 M 世代、この世紀の変わり目にこう育ってきた大人になってきた世代っていう、ミレニアル世代 M 世代っていう言葉がアメリカにはあって、やはり1980年以降生まれた人たちがそれ以前の人たちにはできないようなこのSNS ソーシャルネットワークを使いこなすというか、そもそもザッカバーグさんみたいにもうフェイスブックを発明するとかですね、そういうとこからそういう若い世代がやっていて、そういう人たちが新しいアメリカを作り牽引していく。で日本はともするとこう若い人たちが失われた世代みたいなふうにこうレッテルを貼られたりして、ただ若い世代が失われているわけじゃなく、その失われた20年っていう日本の経済の低迷の時期がこう20年ぐらいあって、その時期にこう生まれたり育ってきたりした人を
その日本経済の低迷のイメージと合わせて若者イメージとしてこう捉える向きがあるんですけど、僕は日本の若者は決してアメリカ、中国の若者に勝るとも劣らないと思っていて、自信を持ってですね、今までにないような新しいものを日本の若い人たちが作り出して日本を引っ張っていく、世界にも貢献していくっていうことができなきゃダメだなと思っていて、それがまずやっぱこう岩手県からですね、始まっていけばいいなと思っておりまして、そういうことをこの超人スポーツプロジェクトに期待いたします。頑張りましょう。ありがとうございます。田総知事ありがとうございました。じゃあ続きまして、藤本さんの方からよろしくお願いします。皆さんこんにちは。岩手のアイドル、フジポン37歳でございます。あ、皆さん知ってくれてますかね、私のこと。大丈夫ですか。結構ね、今の若い方はテレビを見ないっていう方も多いみたいな、今日ね、若い方結構いますけれども、うちにはね、テレビがないんです、インターネットしかないんです、フジポン知りませんっていう方はね、最近多いんですけれども、テレビとかね、ラジオとか、あとイベントなど、あとはですね、知事と毎月1回岩手希望チャンネルというね、ニコニコ生放送で岩手の情報をね、お伝えするという活動もさせていただいております。今日もね、ニコニコ生放送もしておりますけれども、あ、そうですね。去年もニコニコ町会議の方で、はい、岩手県ブース毎年出してて、今年も3年連続で、はい、岩手県ブース出しておりまして、去年はそちらからニコニコ生放送、岩手希望チャンネルを、はい、知事と一緒にね、いろいろなゲストの皆さんもお迎えいたしまして、やって、その MC もさせていただきました。まあ、すごい会場ですね、あそこは。ニコニコ町会議の会場は。フジポンいつもですね、あんまりそういうところになかなか、行くことがなくて、どちらかというと自分はアナログ人間な方で、人と接したいたいなっていう方が強いタイプなので、なかなかそういうところに抵抗があったりもするんですけれども、そのね、パワーたるや、すごいなというものを感じたりもしておりますし、今ですね、フジポンはどちらかというと、スポーツを応援する方がすごく多くてですね、例えば岩手競馬とか、ね、今、バスケットボール、今日もね、今、試合中ですけれども、ビッグブルーズさんとか、よくね、一人で、ゴビブっていうのを勝手に作りまして、ゴービッグブルーズって、ゴービーブーって応援するので、ゴビブっていうのをね、勝手に作って、みんな誘って観戦に行ったりっていうね、一人でも観戦できる人がいいな、いや、増えるといいなって思うのもありますし、競馬やってて思うのが、岩手の人って結構、ちょっとした理由で行かないことが多かったりするなって思うんです。例えばどうやって入ったらいいのかわかんないとか、入場200円払うだけで入れるんだよっていうところを、例えばそこだけでちょっと突っかかってしまったりっていうところがあるなって思ったので、そういうね、ゴビ部とかを作って一緒に誘っていけば、入り方とかね、皆さん分かってくれるので、あ、200円はね、競馬だったけど、ちょっとね、ごっちゃごちゃになっちゃったけど、はい。そういうのがね、あるなと思っていて、今ね、岩手のスポーツ結構ね、プロスポーツ球団も多くなってきましたし、あとね、プロ野球なんかも岩手出身の選手が活躍しているので、スポーツもっともっと盛り上げたいなって思っていて、例えばビッグブルズの応援でアウェー戦で秋田とかに行くと、秋田の盛り上がりが本当にすごいですね。岩手は、まあ、平均1000人ぐらい、1500人ぐらいの入場者数が、秋田はね、もう3000人を超える平均入場者数、もう倍ですから、やっぱりね、応援の声も違うし、あと、開幕のね、選手紹介の時とかみんなで県民歌を歌うんですね。ちっちゃい子から大きいお友達まで、あ、お友達までね、みんなで県民歌、全員歌えるんですよね。なんかそういうのもなんか、県を挙げてスポーツを応援しているのがすごく羨ましくて、岩手でこういうふうに、岩手もこういうふうになりたいなって、いつもいつも思っていて、そういうのをね、いっぱい考えているときに、この超人スポーツっていう、スポーツっていうだけでちょっと飛びついちゃったんですけども、見てみたら、あれ？なんか難しいなって、正直、なんだなんだっていうふうに思って、もう本当に超人スポーツについてはかなりド素人で、今日ね、皆さんと一緒にですね、いろんなお話を聞きながら、うちも岩手が大好きなので、岩手のね、いろんなところとかに行ってるので、例えば、こういうところの、これをスポーツに関わらせられないかなとか、そういうアイデアを皆さんと一緒にね、出していけたらいいなと思っております。それがね、またこう、岩手で盛り上がって、それを見に岩手に来る方とかがね、全国から岩手に来る方とかが増えてくれたらいいななんて、そこまで、ちょっとね、考えておりますので、ぜひ皆さんとたくさんアイディア出していきたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。
それでは続きまして、岩手大学の浅沼先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは。ちょっとパワー負けるんですけどね、このあとフジポンさんの次にということで、ちょっと今フジポンさんのお話を聞きながら、確かに僕も秋田県のスポーツに対するエネルギーがすごいというのはもう昔から感じてました。まあ、また東北6県関わっているので各県全く違います。そういう意味では岩手県のらしさがあるんだと思ってるんですが、なかなかそれがあま表に出てこないのかな。まあ、それは今回、知事がおっしゃったように岩手から発信できるようなその国体を契機というか、国体を一つのきっかけにしてですね、何かできないかなっていうところでこういう話が来たんだなと。で、また私はこんな格好ですよね。一番年いってます。年齢多分、私は盛岡出身ですので、国体の時は、前の国体の時は、小学校6年生で鼓笛隊のマスゲームしました。私は。はい。で、そういう経験を持ちながら、その後に、この格好してますけど、私は、一応スポーツはテニスです。毛のついた、公式のテニスです。で、それを、まあ、高校から始めたんですけども、インターハイや、あるいは国体にも出場してきました。で、そういった中でもうずっとスポーツにどっぷりと関わっているということです。先ほどちょっと話したときに、まあ、浅野さんはこの中で一番アスリートに近いですねという、まあ、昔はアスリートだったんですけども、確かにそうかな。そういう意味では、この中の今日、超人スポーツという話をいただいたのは、つい1、2ヶ月前に本当に伺ったばっかりで、どうしようかな。まあ、でも一応地元のスポーツ関係ということで、まあ、ここに座らせていただこうかなと思って、まあ、はい、ということで今座っています。今日、実は何を話そうかっていうのも、実は来て皆さんのお話を聞いてからだと思ってたんです。じゃないとなんか外れたことを話そうかなと思ったので、何もないままに今日ここにいるんですけども、2つほども最初に感じました。私が学生の時ですね、まあ当時、まあスポーツのところでいたんですけども、その時私のついていた教授が、いやもう今さっき言った私やってるのはその農業の社会のスポーツですよね。まあ近代スポーツというわけですけども、その時にその教授は何を言ったかというと、もう21世紀はテクノロジーのスポーツだと。で、そういう時代がもう来るから、その辺についてしっかりとお前らは勉強しろというふうに言われたのが一つ。それから、まあマスメディア、メディアの話をこう授業でもするんですが、その中でマクルハンというカナダの研究者がいるんですけども、その彼の中の定義にメディアっていうところに3番目に出てくるのが、その体の延長っていうところが出てくるんですね。で、まあ、耳であった補聴器があったりとかですね、いろんなものが結局人間の体から身体からそれを超えてテクノロジーがどんどん発展するよと、これもだいぶ古い時に言っている話なんですね。それは現実化していると。で、この話いただいて映像を見たりすると、まさに あの人たちが言っていたことが現実になってきたのかなっていうのを実感します。で、まあそれを今感じましたね。それでもう一つ、今度は私がここにいるっていうのは、一つは、岩手大学、私人文社会科学院います。で、スポーツ行動論、スポーツ社会学といった分野をやっているんですが、その中で今言ったように、まあこんなネクタイもしてね、本当に硬そうな、硬いんですよ。しっかりこう真面目にこうやってるんですが、逆にそれがもうこれからスポーツをダメにするのかな。やっぱりこう広い視野を持つような大学というか、スポーツ界でなければいけないと。スポーツやった人はとにかく目いっぱい目指してやってますから、こうなりやすいし、まあしょうがないんですね。本当に極めていくから。でも、その中にある能力ってすごいんですね、それぞれが。その能力を発揮する、今、よく言われているのはセカンドキャリアって言いまして、スポーツのトップアスリートを目指してきた人たちが、次の、どうしてもですね、この、近代、超人スポーツ、というところを狙っているところが、要は先ほど3つの、まあ、話があった中の真ん中、2番目ですね。何か一生涯にわたってスポーツすることを、その突破スイートとして維持することはできないということです。そうなるとやっぱりその一部の文化になってしまってたと、近代スポーツはですね。それがこう広がっていくという意味では、私はこれはすごい大賛成ですし、まあ、高齢者から、子供から高齢者まで一緒にスポーツができる、あるいは障害者の方も一緒にできるというのは、やっぱりこれから21世紀、まあ、中盤に向かってですね、大事なことかなと思うんですね。で、その中で実はうちの大学で今年から開祖といって大学の学部が変わりましたの中身が。で、その中でスポーツ系というのが私の、行動科学というところと隣接して、作りましたが、そこで、一つやったことは一つ何かというと、推薦入学というのがありますね。で、推薦でスポーツ系で推薦入学、何を私がやったか、実技試験をなしということをしました。なぜか、
や、もう実技っていうのはその選手みんなスポーツ好きでやってきたわけですから、でスポーツに関わって勉強したい、将来スポーツというふうに思ってる人たちですから、別にそこで実技を問う必要はない。でその中で何を求めるかというと、これはあの理念としては要は、地域スポーツを通した地域づくりとかですね、町づくり、あるいは、地域の人たちの健康、そういったものを、しっかりとサポートできるような人材養成ということが、問われたというか、それを目指しました。そういった意味で、実技試験をなしで試験があったという、画期的なことを自分なりにはしたなと思っているんですけど、そのこと自体が今回のここにつながるな。なぜやっぱり発想がどうしても狭くいく、その中で当たり前と思ったことを やっぱりそこから一歩違う方に行く、そういう一歩違うところに踏み出すということをやっていかなきゃいけないんだ。それが実は、この後なんか出てきそうな話なんですけども、岩手らしさっていうか、岩手らしさに対する、レガシーっていう意味で、国体のものにレガシーということで、やっぱりすごく岩手県は石橋を叩いても渡らない県なんですね。皆さんどう感じているか分かりませんが、本当に慎重、なかなか一歩出して新しいことをしようという雰囲気はないです。ただし、すんごくアイデアとか能力を持った人がたくさんいるんですね。その人たちをこれからやっぱり岩手県が活気づいていくためには、その人たちが表に出てこれるようなアイデアが出てくるような、あるいはそれは実現できるようなことをしていかなきゃいけないのかな。そういった意味で私はこういう取り組みっていうのは本当に国体後の岩手県の新たな、その国民じゃないですね、県民性を引き出していくのかな、それに寄与できればいいなと思って今日はここに立っておりました。どうぞよろしくお願いします。はい、浅沼先生ありがとうございました。そうしましたら最後に本村先生よりよろしくお願いいたします。岩手大学の本村です。浅見先生よくノープランで喋りますねびっくりしました僕は熊本県出身で、今ちょっと地震でね、大変なことになってまして、実家とうちの両親は元気で大丈夫なんですけども、ひどいね、被害を受けてちょっと心を痛めているところですけども、東日本大震災の後に、僕は本籍を岩手県に移しまして岩手県人になっております。岩手県では、漫画 の編集員ですね、コミックやってありますよね。それから、デジタルコンテンツ産業育成プロジェクトの方も関わっております。岩手県で、骨を埋めるつもりでね、うずめるつもりでやってきてますので、頑張ろうかなと思ってます。僕は美術学生の頃にですね、バウハウスというドイツの、近代の運動なんですけども、学校であり、芸術デザイン運動なんですけども、それに興味を持ちまして、で、そこでの、当時のですね、建築家だとか、それから工芸家だとか、それから、最先端の、前衛芸術家ですね、そういった人たちが先生になって教育をやっていくんですけども、そこで、芸術のさまざまな領域を統合するという動きですね、いろんなジャンルがバラバラになっているものをもう一回合わせてこうやっていこう、それから、アートとテクノロジーの統合融合みたいなもの、そういったものが行われて、でその結果近代デザインを、作っていくわけです。近代デザインの基礎を築いたのがバウハウスなんですけども、1919年に創立されたその学校は1996年には世界遺産に登録されているということで、世界的にも結構ね影響力のあった運動なんですね。でそのバウハウスの中で当時、いろんなことがテーマになったんですけども、ニュービジョンというね、新しい視覚といいますか、言ってみればその未来への視線とか、未来からの視線とかね、そういった言葉に言い換えられると思うんですけども、そういったことを、今ですね皆さんできる場にいるわけなんです。デザインといいますと問題発見問題解決みたいなね、そういったことがよく言われるんですけども、これからは、未来に想定される、テーマを、考えることによって、思弁的思索的にデザインやっていくっていう、そういう動きもあるんですよね。そういったそのいろんなジャンル、いろんな方々が、集まっていると思いますけども、例えばアートデザインスポーツ情報系とか、理系の方とか、あるいは福祉の方とかいらっしゃると思うんですけども、情報系とか理系の方どのくらいいらっしゃいますでしょうか。あ、理系の方ですね。じゃあ、アートデザイン系の人、アートとかデザイン系の、うちのね僕の関係の学生は連れてこられてると思うんですけど、はい、あとスポーツの方、浅見先生関係とかね、スポーツの、いらっしゃいますね。あと福祉とかその
まあ、その他いろいろね、いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういった方々が今ここに集まって、いろんなそのジャンルの交流をしながら未来に、向けて考えていくという場ですので、ぜひ、ね、このこれから、新しいものを岩手から作っていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。本村先生ありがとうございました。それではまあ、いろんな分野のいろんな分野からいろんな考えを持った人たちが今ここに集まっていることがよく分かったかなというふうに思うんですが、早速ですがちょっとこの中で、この岩手発超人スポーツプロジェクトをどうしていくか、何を目指していくかというところをディスカッションしていきたいと思います。皆様お付き合いよろしくお願いいたします。ですね、まあ、ちょっと最初にまず、ジャプ的なところ打っていきたいと思うんですけれども、皆さんが考える超人スポーツ、例えば私が作るならこんな超人スポーツを作りたいっていう、アイディアを伺っていきたいかなと思っているんですが、早速じゃあフジポンさんいかがでしょうか。私から来ましたね。はい、今日ね、こういうディスカッションをするということなので、フジポンもちょっといろいろ考えてきたんですけど、なんか岩手らしいものっていうことで、やっぱね、いっぱい考えてきたんですけど、全部言っていいですか？どうぞ行きましょう。はい。まず、今 ILC が、建設目標にしてるので、ILC みたいなやつ。リニアコライダーっぽいやつ。直線、ね、さっきみたいなこう透明のやつつけて、ぶつかり合うみたいな、はいはいはい、めっちゃ直線走ってきて、ぶつかり合うみたいなやつとか、あとはですね、警備系の方にですね、運玉っていうのがあるんですよ。はい。運玉。知ってます？岩手の人はね、皆さん知ってると思うんですけど、一関の、県南一関の方にですね、警備系っていうところがあって、船下りをするんですね。で、そうすると、まぁ、ちょっとしたこう、川べりみたいなところに着くんですけど、そこ降りれるんですね。で、そこに降りると、川を挟んだ向こうの、こう、岩に、ちょっとした穴が開いていて、そこにね、運玉っていうのがあるんですけど、いろんな、例えば、円とか、ことぶきとか書いてる玉があって、それを、そのちっちゃい穴に、ま、かなり距離あるんですよ。それが入れられると、その書いてあったね、玉のね、願いが叶うっていうやつがあるんですよ、岩手に。結構、こう、観光名所的なところになってるんですけど、まあ、ちなみに、フジパン、ことぶきが入ったにもかかわらず、未だ独身っていうのはどういうことなんでしょうかっていうね。あ、それはね、ちょっと関係ないんですけども。それが、なかなか入んないですね。もう、遠いので、なので、それが、すごく入るっていう。やつとか、ちょっとすいませんな。全然なんか、スポーツっていうところになんか違うくなっちゃうかもしれない。大丈夫ですか？何でもいいですよね。はい。そういうのすごい考えてきたんですけど、どうですかね。はい。どうでしょうか？こちらの方からじゃあコメント。じゃあ、エトポンさん。はい。はい。エトポンさんよろしくお願いします。はい、エトポンになっちゃったんですか？はい、なんかすみません。たった今からエトポンです。よろしくお願いします。はい。なんかこう、僕岩手じゃないんですけどね。僕ですね、実を言うとですね、父方の田舎が青森なんです。はい。十和田湖の近くに住んでいてですね、川が僕すごく好きでですね、こう極めて美しい川をですね、川下りするような川じゃないんですよね。あ、そこは川く、まあ、船下り、あ、船でこう行く感じにはなってるんです。平陸系はすごい、なんかこう崖が美しいですよね。あ、そうですね、うん、はい。奥入瀬渓流はですね、滝が美しいんです。あ、こう、なるほど。滝をうまく使ったスポーツとかできると面白そうですね。何を使った？滝を使った。ねえ、岩手にも結構滝があって、滝ニストさんっていう方もね、いらっしゃったりするんで。なんと、はい、滝ニスト、滝ニストさんっていう方とロケしたことあるんですけど、滝を紹介してもらうっていう。なるほど。打たれるだけだと単なる修行なので。ああ、なるほど。なんかこう滝をうまく使ったスポーツを考えると面白いかもしれませんね。いいですね。川下りはありますよね。北上川でね、毎年こう皆さんでちっちゃいボートに乗って、みんなで、はい、意外とみんな立ったりとかして、あ、意外と浅いんだって思ったりね、する北上川。はい。1個だけですが、失礼しました。
あ、すみません。運玉のせいでこんなことになってしまった。いや、なんかあれ、本当に割れちゃったりするんですよ。縁が割れちゃったりとかするんで。え、運玉やたら上手い人とかいるんですか？ねえ、でも、あれとか、なんか、大谷選手とかにやってもらいたいですね。大谷投手とかに。投げたことある方ってどのくらいいらっしゃるんですか？運玉やったことある人。ちょいる。入ったことある人。入ったことある人。あ、すごい難しいな。ほら、すごくないですか？すごいですね。一人ですよ、この会場で。ね。なのに、だからでも、運玉の人に怒られるから、叶わないって言ったら怒られるから、内緒にしときます。もう言っちゃったけど。ありがとうございます。そうしたら、じゃあ、はい、骨をうずめる覚悟の本村先生から、じゃあ、岩手ならではって何かありますかね？僕、熊本県出身なんで、子供の頃、雪の経験があんまりないんですよ。たまに降るんですけども、校庭に出て雪だるま作ると、泥だらけの茶色い、雪だるまになっちゃって、こちらに来て嬉しいのは雪がふんだんにあるということで、うん、で西和賀とかにね、雪合戦とかありますよね。でああいう雪でこう遊べるって素晴らしいなと思って、うん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 、やっぱりそれは こちらのこ地方ならではっていうか、あと僕は岩手大学に来て20年なんですけども、28の時に来た時にこちらは寒いよって脅されて、朝スズメがこう枝に止まってると凍って飛べなくなって、それを枝切って枝なりスズメはいらんかえって業者さんが売りに来るんだよって言われて、最初信じようとしたんだけど、いやそれは嘘だなって嘘でしたけども、でもそういうのが話ができるくらいのまあそういうところで、まあ、それも逆に生かして、魅力として伝えてもらえるとなんかいいんじゃないかななんて思ったりしてます。はい、じゃあこちら側から犬飼さん、何それに対してコメントっていう形でもいいですし。いやもう今僕ね、そのまあ初めてなんですよ実は僕ここ、ちょっと一つ飛んで飛行機で北海道行ったことあるんですけど、うん、東北エリア一つ、あそうそういくつか飛んで岩手初上陸、初上陸運玉すっごい今引かれてるんですけどゲームデザイナー、ゲームクリエイターとしてはね、運っていうのはもうずっとつきまとっていて、でそれ自体で遊んでる人たちが延々いるっていうねこの地域にものすごい魅力を感じてるわけなんですけど、そんなないですからね。僕地元名古屋なんですけど、そんな運で遊び続けるなってこと、デザインしたなんかな、レガシーっていうのかな、なんかそういうのはね、なんか特になかったりする。あ、僕ずっとそれで遊びをね、そういうゲームも境なくデザインを考えてるので、昔の人たちがどう遊んできたかみたいな、それがどう残ってるのかみたいな、まあそうやって見ちゃうんですけど、なんだろうな、今日ここに来てもこの建物とかやっぱ素晴らしいのいっぱいあるので、やっぱりその建物自体を何か使ったりするっていうのもすごくちょっと面白そうだなと思っていて、明日ね実はちょっと宮古とかにもね行こうかなと思ってたりもしていたりとかはするんですよ。宮古にまだねちょっと不勉強すぎてね、これっていうのは出てこないですけど、はい、いえいえ、はい、結構遠いですよ。岩手広いですからね。時間、あ、そう、広いですよね。岩手、確かに広いですよね。歩いていけないですよ。前回国体の時に、そこが。思ったより全然広いですよ、岩手に。あ、そうなんですか。あ、そういうことなんですね。要するに三陸と繋がってってことですね。あそこでいろいろ、要するにまた新しい、そこからなんか新しい遊びみたいなのって誕生したりとかしたんですかね。なんか九十九里浜の長さとかと同じように三陸海岸考えちゃいけませんからね。全然長いです。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。そう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 、海岸線たどるともう大変なことになると思います。なるほど、なるほど。多分今宮古一番遠いかもしれないですね。大船渡とかね、高速とかちょっと途中まで通ったりする。はい。そんぐらい分かってない感じ。ぜひ宮古行ってください。はい、はい、行きます行きます。そんな感じです。なんかどうですかね。建物。この辺でちょっとパソコンにも。はい。宮古に行くと、ノー反応で返す。ごめんなさい。失礼なことした。ごめんなさいごめんなさい。遊覧船から、はい、ウミネコにパンをこう投げてウミネコに食べてもらうっていうのがあって、うんうん、あれもかなりこう競技的なところがあるかも。ウミネコパンっていうパン、船の中で売られていて、人間が食べても美味しいんですけれどもね、海藻が入ってるパンなんですけれど、それをこうウミネコが寄ってくるんでポーンと投げると、それをウミネコが空中でキャッチして食べる、うん、上手な人はこう差し出せばそこにウミネコが来てパクッと食べるとかあるんですけれども、うん、そういうことがありますよね。いいですね。 手渡しできたら3ポイントみたいな。で、ま、私はこうさっき超人
スポーツで紹介されたような、まあ、ああいう、こう、まあ、岩手っぽくなくてもどんどんこう岩手でああいうのがこうお披露目されたり、また岩手からああいうのがこうスタートすればいいなとも思ってるんですけれども、まあ、一方岩手らしいものっていう発想でこう新しいのを考えていくのもいいと思います。で、私がパッと思いついたのは、あの弁慶の力持ち競争っていうのが平泉の方であって、何十キロもするお餅を抱えて歩く競争なんですけれども、ああいうのをこうパワードスーツを着て、あのもっと激しくやったりとか、あるいは米俵を抱えて競争するとかですね、そういうのが面白いかもしれません。そうですね、そういう歴史とか文化とかそういったところもなんか改めて見直していく機会になると、それはそれですごく面白いかもしれないですね、はい、であとそこからこう技術テクノロジー的に、うんうん、あの農業をこうサポートするのにいい技術がこう発達して、うん、そうですね、実用化産業化していくとまたいいんじゃないかなと思いますね、うん、なんか僕あのこういうあえて地域で超人スポーツを作ることって一つ祭りに近いのかなと思っているところがあって、祭りって例えばこうあの地区ごとに おみこしの速さを競ったりとか、あるいはなんかみんなで一斉に駆け出して神社に一番最初に着いた人が年男になったりとか、かなり結構スポーツの要素が入ってるのかなと思っていて、でその地域の人たちが持ってる身体感覚をなんか一つこう競技スポーティフィケーションしたもののが祭りなのかもしれないな、それをなんか現代的にもう一回作り直すと、もしかすると超人スポーツなのかもしれないな、うん、岩手にはね、蘇民祭っていうね、お祭りがありまして、はい、結構あのポスターでね、全国的にも有名になったんですけど、ね、あ、古代ギリシャのレスリングみたいな格好っていうか、まあ、何も着ないでっていう意味なんですけれど、それでやるんですよね。あれ本当すごいです。フジポも一回参加したことあるんですけど、女子なのにもう裸の男たちみ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 ちが、で最後超人ですよね。最後土手からずわーっと落ちるんですよ。あ、そうなんですか。で、最後、村民袋を持ってた人が、その年の年男みたいな。はい。思ってたよりはるかに怪しかった。ん？村民祭作った人います？いないでしょ、絶対。絶対、村民祭参加した人はいる？あ、いない。ぜひ参加していただきたいですね。もう、すぐ長いから。もう日中から、夜まで、朝まで、朝方まで。夜が明けますから。すでにはるかに超人だった。そうですね。はい。なんかそういう岩手県というか、ま、ならではの身体感覚というか人たちが持ってる感覚、あのさっきの犬飼さんの話の中でその例えばと距離の感覚も多分結構東京の人間と違うと思うんですよね。でその岩手県民ならではが持ってる身体感覚って何かあるのかなってところをちょっと浅沼先生に伺ってみたいなと思ったんですけど、いかがでしょう。そんな振らないでください。いや、振られるために一番頭が硬い人間なんですから、なかなかね、うん、そうですね、我慢強いとか、あるいは時間感覚がやっぱりのんびりして、あの感覚もですね、私実はこちらに来る前には九州だったんですよ。九州の、鹿児島にいたんですね。で鹿児島で経験したそののんびりさと岩手ののんびりさは違うんですよ。向こうはね、とにかくあのその辺の道路に寝たって一生死なないんですけど、一生っていうかいつでも寝てても OK なんですけど、盛岡です寝たらもう死んじゃうんですね。だからなんかこう、生き方の違いっていうか、生きていくための厳しさっていうところの中ののんびりさなんですよ。で九州はそうじゃなくて、もう死にもせえ大丈夫だって、ほんと余裕の中ののんびりさなんですね。それでちょっと違うかなと。そういう意味ではある意味で実は繊細さがある身体的なというか感覚を持ってるような気がします。だ微妙にみんな実は、いろんな動きに対して、なんていうかな、あの厳しいんですよ。見る目が厳しいっていうか。でもあのそれをじゃあ自らやるかってことはない。まあそういう意味で多分手の器用さとかですね、そういったものがあるんじゃないか。そういう意味では細かい、さっきの入れるのもそうですけど、そういうなんか細かいところを追っかける身体運動が得意なのかもしれないですね。その辺ちょっと今パーッと浮かんだんですけど、まあその上に、自然が多いので、まあ、さっきの川じゃないんですが、まあ、僕は自然じゃなくて人間が作ったダムってのも多いんですよ、うんうん、岩手県結構ダム多いんですよ。盛岡市ってここダム結構あるんですよ。1個2個じゃないんですよ。この周りにダムたくさんあるんですが、そういうダムっていうところを清水で静かな湖面ですから、なんか使ったなんかできないかなとかっていう話で思ってたんですけど、もう一個だけちょっと本当何も考えてこなかったんですけど、私自身あの自分の夢があって、もうダメなんですけど、その夢が実現するような超人スポーツという形で、私テニスやってました。
実はプロを目指してたんですね。それで、まあ、あの試合も出て当時の 外人のプレイヤーと試合をしたんですね。と私が、コートの端行って打ってやっぱり戻って守らなきゃいけないですね。戻るために僕は4、5歩ピタピタってこう細かいステップを踏むんですね、うん、海外 の線が高い人たちはふやんふやんって 2、3歩で戻っちゃうんですよ、うん、疲れるんですよ。だ今西小池君頑張ってるのあれ本当体力すごいと思います。外人選手は本当にふやんふやんってこう飛ぶだけでポジションも守るんですね。でその上であの彼も全然変わりましたから彼みたいにパッとあのバックハンドのストレート、あの今日の夜やりますからね、決勝ありますけどナダルとねでああいうことを打ちたいんですよ。結局僕はできなかった。だから今実は K と対戦してみたい、おーということで、ね、それはできるような、まあ、バーチャルなのかなんかやりたいなっていう、ごめんなさい個人的な、それを叶えられるような身体拡張って、はい、稲見先生いかがでしょう。いやまたあの知事もテニスされてらっしゃった。そうですね、ソフトテニスを少々、はいはい、そういう意味ではまずここで何か試合ができるかもしれないですね。そうですね、チームと対決をするとね、もしますし絶対勝ちますわいやでそこを拡張して、はい、拡張技術でなんとか、はいはい、では私知事につきますとそういうでもあのテニスってその気温に当てるとかいうのも大切なんですけれども、まあ、すぐそのままあの強くなることはないんですけれども、そのテニスのうまくラケットの芯に当たった感じとかずれた感じとかスピンが当たった感じというそれ細かい軌跡だけの触覚とかでも我々気にしてるわけですよね。でそういったものをあの記録してきちんと伝えるような技術の実はあの南沢先生も作ったりとかしているですね。そうですね、あのごめんなさい今パッと思っ、はい、要はですね実はテニスってセンスがあるやつが、まあ、上手いというか強いはずなんですけどそうでもないんですよ。いろんな意味で実は今の話でテニスってスポット、要するに一番飛ぶところがあるんですね、うんうん、そこに当たっていくと、まあ、綺麗に発見も出るんですけど実はガシャガシャって言うんですけど端に当たったって力で返しが入っちゃうんですよ。だから実は選手たちって 100% 真ん中に当たってないんですよ、うん、ということは真ん中に当たる確率で今あの錦織圭選手やってみたいですね。私はセンスがあるんでうまいんですよただちょっと確率でも私はうまいと思っているんですそれを測ってもらえば勝てると思います。そっちの競技に、そうですね、同じ競技でもねちょっとそういったそのルールを変えてみるだけで結構大きく変わっていく可能性ありますよね。そういうプロと対決みたいなのはイベントとして面白いですね、うん、すごく、はい、面白いと思います。国体選手と対決してみるとか、いや野球でホームラン競争とかってあるけれどこうテニスでそのスイートスポット競争、いかにスイートスポットに当てるかで勝負ってのありですよね、ええ、面白いと思います。実は案外勝てるかもしれない。あのナダルなんていうのは下手こそですからね、力だけで打ってますけど、だから彼には僕は勝てますね、うん、なんて言っちゃってるけどね、まあはい、またそういう勝てるスポーツのルールからも作ってしまうというのも一つの方法かもしれないですよ。結構稲見先生でも勝てるスポーツってのが世の中にはあって、なんだなんだ、先ほどの映像でもあったフォアトラックスって競技なんですけど、稲見先生さっきも言った通り、はい、稲見先生基本的には運動音痴なんですよ。私基本的に運動音痴なんですけれども、今私あの世界で10人しかプレイヤーいないんですけど、その中で世界一という感じにはなってるみたいな。このフォアトラックスに関しては稲見先生本当に世界チャンピオン、はい、なぜかうちの学生が結構練習して戦っても勝てないんですよね。そうでなぜかというと多分本当にもうこの身体感覚としてこの足とタイヤがもう稲見先生の中でくっついていてもう歩くよりもはるかに楽になってるんですよ。すごい。でこうなってくるとちょっとやそっと練習したスポーツできるプレイヤーでも勝てない。そうですよね。だからそのなければ作ればいいというなるほどあるかもしれませんね。そうなんです。だから、まあ、そういったそのなんだろう今まで あのルールの中での上下っていうものとそれがもしかすると一発逆転全部ひっくり返るかもしれないっていうのが超新スポーツの面白いところかなと思います。まあ、だからゲームデザインが大切にもなってるわけですね。そうですね、ゲームデザイン、はい、そのゲームテレビゲームとかビデオゲーム稲刈さんとかもまさに専門家なんですけれども大切なのかそれこそ全く新しいルールを作った時にあのみんなが楽しめるようにだけどすぐ飽きないようにというところがすごい大切なわけですよね。そういう意味ではその超人スポーツというのも新しく何か作るという時に実は意識したのが新しい道具を使うだけではなくてその時にあの皆が楽しめるようなルールをどう
考えていくかというところも少し意識して本日はアイドルしていただきたいなとは思います、ね、ゲームデザインっていうところで犬飼さん何かこう超新スポーツにおけるゲームデザインで、多分これは、子供の頃から多分ね任天堂 DS とかをみんなやってきたと思うんですよ、うんうん、でね多分そこがね多分大人たちよりももうねだいぶリードしてる感じなんですよね。だからもうゲームっていうかなデザインとかみたいなのもやっぱりたくさんやっぱりやってきてる方の人の方がやっぱり馴染んでるので実はデザイナーに向いてるんですよね。そもそもゲームとは何か分かんない大人たち結構ね実は戸惑ったりするのでそこがね若い人たちの方が実は直感的に分かってる、うん、で多分、そこを先生たち今コンピューターゲーム作ってる人たちとか先輩たちとかそれからもいると思うのでその先輩たちが全部それをね、分析していると思うので何が一体ゲームの面白さを生んでいるんだろうかとかそういう工学的な実は分析っていうのもだいぶもう終わってるんですよね。でそういうところいっぱい本も出てるので、そういうことをもう要するに僕がやってることは画面から飛び出しちゃってるんですよね。コンピューター使うけど要するに画面使わなくなっただけなんですよ、うん、最近なんか IoT とか言われて要するに物のインターネットなんて言われるんですけど要するに画面を飛び出たコンピューターゲームを作ってるだけということですね。で、まあでもコンピューターにもとらわれなくてもいいと思います。だからさっきみたいなスケルトニクスみたいなロボットなんて、もうコンピューター使ってないのでとにかく道具 と、ゲームを両方作れたら最高の超人スポーツだと思う。道具確かにだから、うん、なんで情報社会のスポーツが情報社会のスポーツなのかっていうと情報社会に生まれた子供たちがそのまま育って作ってプレイヤーになってるからそこのなんか血というかその情報ネイティブな人たちの考え方がそのまま入ってくるから情報社会のスポーツができる。そうですそうです。そういうことですよね。そうです。そのスポーツは今この時代に生きてる僕らが生んどくべき、うんうん、僕らが生むし、僕らだからこそ生めるものである、はい、そうそうそう。そういう意味で実は岩手県のイングレスの取り組みとかってかなり実は先進的な情報社会の地域なんていうんですかね、地域おこしといった取り組みだと思うんですけど、知事の方あれの狙いというか自体が結構ゲームとかアニメとかお好きだっていうふうに伺ってるんですけどいかがでしょうか。やっぱりゲームについてはお私はこう携帯ゲームとかはやったことがなくアーケードゲームとかあとパソコンでのゲームぐらいなんですけれどもでもその携帯ゲームについてその最近テレビのコマーシャルは携帯ゲームとかスマホゲームのコマーシャルばっかりじゃないですか。でその浸透の度合いといったらものすごいものがあるのでそのパソコンでのゲームっていうのはこうやれる場所も限られてるし、うんうんうん、それパソコンをこう持つっていうのもこうそう簡単じゃないんだけれどもああいうスマホとかその端末をでゲームをやるっていうのは本当もうこう誰でもやれるようになっていてそういうこの広がりですよね、誰でもこう参加できるっていうその広がり力に期待したところがあります、うんうん、やはりそのウェアラブルになったりそのスマートフォンってところになったりしてそのゲームというその体験そのものが街に広がったというかその土地っていう空間的な広がりとそのゲームっていうのが結びついてきた。でそことその最終的に地域というか地域の、まあ、町おこしといったところとつなげていくってところに関しては何かなんというかこうノウハウというかポイントというかってありましたでしょうか。そうですね、こう私はこう若い頃にこうインターネットというものがこう実用化されるのをこうリアルタイムで経験しそれまでのこうパソコン通信というインターネット以前のこう通信の形からこうインターネットにこう転換するのをこう経験しインターネットは当初こう世界のどことも通じるぞとかルーブル美術館の作品を自分の家で見られるぞとかホワイトハウス大統領の挨拶を自分の家で読めるぞみたいなことがこう言われてたんですが実はこうローカルなところをこう深めていくのにものすごいこう便利なところがあってこうローカルのニュースっていうのは最近でこそこうローカルテレビ局もいろいろローカル情報番組を出すようになったけれどもそれでもまだやっぱりこう東京から発信される情報よりは少なくてこう地元のこう美味しい食べ物の店とかあるいは地元にある神社仏閣の歴史なんていうのはそのテレビとかに出ない活字にもなってない口コミでしかこう伝わらないようなものがあったのがこう
ネットを活用することによって、それをこう記録として残したり、また誰でもアクセスできるようになるということで、うんうんうん、実はああいうネットの世界はこうローカルな生活を豊かにし、コミュニティのこの、まあ、絆を強くするのにもこう役に立つなということを期待しています。藤本さんもいろいろこう取材とかでそのローカルの地域 の、はい、あの取材されること多いと思うんですけど、はい、そういったところでもやっぱりそういうインターネットとか情報技術っていうのはすごく何か変えてるところがあるんですかね。あ、岩手の。そうですね。あの、情報技術があることによって、そのローカルの情報が引き出しやすくなったとか、あるいはそれを共有しやすくなったとか、コミュニティを作りやすくなったとか。そうですね。あの、フジボはどちらかというとそっちが苦手なタイプなので、うんうん、あれなんですけれども、やっぱりね、先ほど知事が言ったみたいな、岩手の情報、岩手って調べると結構いろんなこと今出てきますし、うん、まあ、フチパは競馬が大好きなので、うん、競馬の人たちってもうすごいネットを活用してるんですよ。なんかそういうのを見てると、岩手本当に今インターネット発売の額がすごくて、うん、逆に、あの、本庄に来てよ、もうちょっと来てほしいなって思うぐらいインターネットが多い、ね、むしろそれがなければ、あの、全国からこう岩手競馬の馬券を買っていただいているのがこうインターネットだったりするので、それがないとね、あの、ちょっと厳しいところもやっぱり売上的にあったりするなっていうのは、うん、はい、あの、感じたりは、フジポン的にはそういう部分で感じたりはしますけどね。確かに、ふるさと納税とかもそうですよね。うん、本当にふるさと納税のサイトに行くと、本当に、すごい細かい市町村、村の特産品なんか全部出ていて、こんなもの知らなかったなっていうのがわんさかわんさか出てくる。ああいうのも、やはりそのグローバルとか、まあインターネットとか、あの、世界がどんどんグローバリゼーションするっていうのも、がどうしてももてはやされがちですけど、そこで発見されていくローカルの魅力っていうのは非常に面白いなって僕らも感じています。江戸さんなんかの観点から、そういったところからでしょう。僕が今一言コメントしておいた方がいいなと思うのが、必ずしも別に地域から発送しなくてもいいよっていう点ですね。なので、例えばなんだろうな、先ほどマウンテンバイクの例を紹介しましたけども、なんか例えばそのアメリカ西海岸のとある町をマウンテンバイク、そこで生まれたっていうのが別に知らないじゃないですか。だけどもそこから世界中に広まっていって、マウンテンバイクってあれだってみんな知られるようになったっていうふうに、どこかで誰かが一人思いついたものがそこを起点としていろんなところに広まっていって、まあ、ある時世界中に広まった、まあ、例えばこうスノーボードっていうゲームが世界中に広まったみたいな感じに、こう自分が思いついたものが世界中に広まるっていうのがやっぱり理想なので、それが必ずしもその岩手のこの特徴を利用したものだっていうことにとらわれなくてもよくてですね。そうですね。なので、僕は昔からこういうのやりたかった、まあ、先ほどそのテニスの事例があって、うんうん、素晴らしいアイデアだし、なんかこう本当実現可能なアイデアなので、まあ、特にその相手を使うと実現できるのでいいなと思っていて、そういうその自分が前からやりたかったことをこの機会にやってみようっていう発想もすごくいいなと思います。うんうん、そうですね。稲見先生もその子供の時にやっぱり飛びたかったとかいろいろあると思うんですけど、今やってみたいことって何かありますか？まずやはり飛びたいのはやりたい。やっぱり飛び物をやってみたいですし、あとさっきからインターナショナルリニアコライダーもずっと気になっていて、スポーツタイムマシーンで素粒子と競争したらどちらが勝つんだ負けますけど、でもその素粒子の気持ちになって走るような、その光の速さ、亜光速を身体感でどのくらい大変だったのかみたいなところとかもあるのもいいかなという。ビッグバン起こしましょう。はい。で、その花崗岩とかの地盤があるからだいぶ良かったって話で、そういう意味ではそういう、はいはい、岩とかもなんか面白い、まあ、岩手というぐらいなんですけれど、うんうんうん、そこら辺うまく使ったのも、岩、はい、ね、三石神社に岩に手がついたやつあるよ。はい、ね、すぐ近くですよね。あ、すぐね、裁判所のところにも石、なんか結構多いですね、石とか岩とか、はい、こうやって岩手の話してると、宮沢賢治も実は岩のコレクターだったっていう、この前そうなんですね、見ましたけども、記念館の近くに岩が並んでます。前に岩がたくさん置いてあって、なんで岩置いてあるんだろうと思ったら、そこに宮沢賢治のゾーンもあって、なんであるんだろうと思ったら、実は岩のコレクターだった。古生代とか中生代とかからのこう地層がありますし、うん、あと火山があるから火山系の岩石もいろいろあってすごいんですよね、うん、なんかちょっとタモリクラブみたいになってきましたね。そうですね、ブラタモリ的な話になってきました。ブラタモリ的に、はい、まあ、でもそのそれを意識しつつ知っても忘れても私はどっちでもいいと思うんですよね。うんうん、そうですね。逆にその超人スポーツというのも後からいろいろと考えてみると、
あ、これは実は日本の地域、今の日本の地域スポーツだったかもしれないとも言えるわけなんですよね。世界の人から見ると、つまりそのポップカルチャーとテクノロジーの国である日本から生まれた新たなスポーツというと海外の人には一瞬でパッと入るんですよね、うん、でも別に我々はその日本を世界に紹介したくてこういったことをやろうと最初思ってたわけじゃないんですよね。でも多分その我々に流れてる地でいつの間にかもしくは文化の中で我々がこの場で思いついたものはきっとそれは何らかの絶対影響を受けてるはずなので、皆さんも思い出したり忘れたりしながらここでパッと出てくるのはきっとそれはもう絶対地域性は何か持ってるような気もしますけどね。そうですね、日本刀のルーツっていうのは岩手県にあるっていう話がありましてですね、片刃で反りが入ったこう日本刀、大概剣っていうのはこうなんか左右対称こうどっちも両刃になってる剣っていうのがこう中国でも剣が発達、ヨーロッパでもそうなんですけど、日本刀のルーツは、わらび手刀っていう古代恵比寿、東北の古代恵比寿が使ってたわらび手刀っていうのがルーツ でそれが木佐刀という、でこれはもうほとんど日本刀みたいな格好で、それが今の一関市あたりで盛んに生産されててですね、でそれがこう源氏平家とかにこう伝わってって、それで日本刀として広まったという歴史もありまして、その日本刀が岩手で生まれる必然性っていうのはなんかなかったのかもしれないけれども、こうでも岩手から生まれてあのオールジャパンのものになっているっていう、世界からも評価されているっていう、そういうことはあるんでしょうね。意図して何か岩手らしいものを作ろうと思ってそういう刀を作ったわけじゃないんだけど、世界に広まったと。本村先生のそのいわゆるデジタル技術というかデジタルカルチャーみたいな観点から見たときに、そのこの超人スポーツってどんなことがやれるだろうっていうのを考えていらっしゃいますか。そうですね、まあ、デジタルカルチャーっていうとちょっとまあ、難しいかもしれないんですけど、うちの研究室の学生とか身の回り のうち の近い学生たちは結構漫画とかですね、イラストとか、まあ、そういうのを描くのが好きなんで、なんかこうイメージ力といいますかね、なんか物をこう考えてアイデアをこう作り上げていくときにこのイメージの力、こう実際こう絵が描ける人がいるとどん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 こう具体化できると思うんですよね。なんかそういう面で活躍してもらえたらなと、結構デザイン系の人もこう来てると思うんで、なんか そこにちょっと期待してますけどもね。最後に皆さんからその岩手発超人スポーツの未来ということで、このプロジェクトがどういうふうに将来展開し発展していくといいだろう、あるいはその期待感だったり可能性だったりについて、まあ、ちょっと1分ずつぐらいで皆さんからコメントをいただいて、このセッションをまずはひとまず締めたいと思うんですけど、そうしましたらじゃあそのまま続きで本村先生からよろしいでしょうか。はい、まあ、本当にこれ初めての試みで、僕自身これがどういうふうにこう発展していくのかっていうのは本当に分からない状態でここに来てるんですけども、どうなっていくんでしょうね。いや実はこれ予定調和でここから何かアイデア出なくても、なんかそのうち こちらの偉い先生方が何か作ってくれますよって全然ないんですよ。だから皆さんがもしやんなかったら何もなしですからね、発表はね。でもせっかくこの機会です、もしかしたらこの中で将来 その超人スポーツのプレイヤーとなる人が出てきてオリンピックに出るかもしれないしっていう、まあ、そういうサクセスストーリーなんかも描けたりしますのでね、まあ、そこでの期待ですね、ぜひ今日この場をきっかけにしてこう 何かが生まれたらいいなって、それだけです。そうですね、やはり何度も皆さん言ってますけれども、皆さんが主人公です。こっち側が主人公ではなくてこっち側が主人公です。で、多分岩手県発超人スポーツプロジェクトが成功するか否かっていうのが、例えば我々がいなくても皆さんの中からどんどんスポーツが生まれてくる、どんどん皆さんが日常の中でスポーツを作っていく、そういったようななんていうかもう文化と呼べるものが出来上がるかどうかってところにかかっていると思うんですね。なので本村先生おっしゃる通り、その自分の頭で一人称で自分ごとしとしてこのプロジェクトに取り組んでいただけると、まあ、すごく面白い未来に関わっていけるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ一緒に作れればと思いますが、江藤さんの方から何かそのコメントいただけますでしょうか。面白いです。なるほど。はい、まあ、次実を言うと休憩を挟んでワークショップを開始して、はい、そこで僕と犬飼さんとでファシリテーターでワークショップをやります。でこの人数でワークショップ輸送をやったことがなくてですね、かなりこう大変なことになるのではと予測してますが、まあ、でも、皆さん話聞いてる間アイデア膨らましましたよね。
皆さん、何枚書けましたか？書いてありますね、いっぱいね。黄色、オレンジ、めっちゃ期待してますよ。もう3枚ずつくらい書き終わっちゃったかな。めっちゃ期待してますよ。ってことで、はい、ぜひ、お願いします。じゃあ、私は本当になんかイメージ湧かないんですが、私の役割というか、次のみんなにこうな活躍できる場をなんかこの年で、うんうん、残していきたいなというか支えていきたいな、そういう意味でやっぱり国体後の要するに岩手県の次の向かっていくところのエネルギーを継続して発信できるような仕組み、まあ、これは例えばオリンピックというところもありますから、例えば、それに向けて日々うちの学生に練習をさせて、それでその時に優勝させるというそういう目標を持たせていくといいなと思ってるんです。でいいですね、やっぱり岩手県初超人スポーツは岩手県のアスリートがまずは優勝を持っていかないといけないですよね。有利ですから、うん、それで確実に優勝するぞと、そのストーリーをこう描いていって、それはやっぱり楽しいですよね、うんうん、そこからまた違う発想も出てくるので、それを期待していますし、そこになんとか関わっていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。そうしましたら、じゃあこちら側から犬飼さん。みんな手元の紙、1枚1アイデアですからね。僕の話よりそっち書いてていいですからね。まあ、僕、どこでもあっちこっち言うことなんですけど、ゲームっていうのは、まあ、出来上がると、まあ、非常に制約、ゲームそのものはですね、制約っていうことなので、不自由っていうことです。けど、僕たちが気をつけなきゃいけないってことは、不自由だからこそ、僕たちは自由でいようぜっていう姿勢を取るっていうことです。だから、超人スポーツは、の一番いいところは、僕は自由だぜっていうことを言おうとしてることだと僕は、思っています。なので、スポーツ嫌いな人は、いや、これからのスポーツは超僕は面白いと思う、これからのテクノロジーは、僕が作っていくっていうふうにして、自由な発想を、この岩手県のみんなが自由な態度を取ってくれれば、そういうふうに育っていってくれたらいいなと思っております。はい、ありがとうございます。藤本さん、はい、よろしくお願いします。藤本は浅沼先生のさっき話聞いて、藤本は試合後にカメラのところにサインするやつやりたいなっていいですね思ったっていう。そうそうそう、あ、すみません、それだけです。あ、違うんですけど、はい、西堀選手が、はい、そこまでオプションにしてもらっていいですか、はい、それちょっとフジポンやりたいんで、はい、あ、それはどうでもいいんですけど、みんなでフジポンさんが優勝できるスポーツ作りましょう。あ、はい、フジポンが、フジポン優勝スポーツ、何があるかね、フジポン本当何にもできないですよ声でかいいや、そこがね、でもエンジニアのもう力でね、エンジニアの力ですよ。エンジニアはその目標に向かって頑張ったら強いですから。あ、初めての1位かもしれない。はい、いつも2位だからぜひね、作っていただきたいんですけども、やっぱりさっきも一番最初に言ったんですけど、その超人スポーツをやることによってこう岩手に来ていただいたりとか、さっきのね、すごいもうロボットみたいなのがね、例えばお祭りとコラボレーションしてサンサ踊りとかで、うん、あれがいきなりガーって歩いてきたりとか、いいですね、そういうのがあったらもうなんか岩手すげーなってなると思うんですよ、全国的に。なんかそういう岩手すごいなって思わせるようななんかものに超人スポーツがなっていけばいいなと今日すごく思いましたし、イベントとかともね、いろいろコラボできそうだなっていう、先ほどね、プロ野球選手と対決とか、子供たちにとってもすごく夢のある話だと思うので、なんかそういうのがたくさん岩手でね、できたらいいなって今日思いました。ありがとうございます。それでは稲見先生、よろしくお願いします。まず岩手初の超人スポーツが世界に広がって優勝した後に負けてみたいなと。つまりその柔道って海外に負けた時に悔しいですけれども、初めてこれは世界のものになったんだという感じがする。そういう意味ではその一度その負けてみるのも一つ方法かなという感じもします。で、二つ目がそのスポーツが広まるというだけではなくて、ここからその世界的な超人スポーツクリエイターの方が誕生してほしいと。で、もういろんな場所いろんな場所でこの岩手モデルを世界に広めて新しいスポーツを作るという役割を担うような新しい職業がここから生まれてもいいかなというふうに願っています。先生の先生、以上です。はい、ありがとうございます。それでは最後に私たち、よろしくお願いします。はい、やはり面白い超人スポーツができるといいと思いますね。やって面白い、見ても面白い、それがこう岩手で発信されていくっていう、全国からも注目されるというようなのを期待します。で、それにみんなで取り組むことによって、こう岩手の若い人たちを中心に、こう一人一人が持っている力がこうどんどん引き出されてですね、そしてまたそういう一人一人の力がこうまとまって
プロジェクトとしてこう動いていくようなそういうこうノウハウがこう岩手に蓄積しまた発展していき岩手がこういろんなことができるようになっていくこうまあ岩手がこれをきっかけにこう覚醒するあのスターウォーズあれフォースの覚醒っていうのはアベリジェンフォースが覚醒するぞっていう話なんですよね。ザ・フォーク、フォース・アウェイクンズ。だから今回その超人スポーツを通じそれにこう多くの人がこう取り組むことであの岩手アウェイクンズ岩手覚醒ということが実現すればいいなと思います。岩手覚醒。それでは、岩手覚醒に向けて第一歩ということで、この後のワークショップもぜひ皆さんで楽しんでアイデアを出せていければと思います。それでは、ちょうど、3時20分になりましたのでこの第一セッションを終了したいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。講演者の皆様ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、これから10分間の休憩に入りたいと思います。皆さん手元に、持っている。